タピオカ大好き小春です。はい、ということで始まりました。今回の企画もですね、私小春が、まあ、台湾大好きなんでちょっと立ち上げたんですけど、こう台湾人の日本でのリアルな生活をお届けできればと思いますので、よろしくお願いします。でですね、今回もちょっとタピオカをちょっと用意したんですけれども、こちらはですね、コンビニで買いました。っていうのも、日本ではタピオカはめちゃめちゃ人気で、今もうコンビニでも買えるんですよ。こちらはピンクレモネード味ということで、ちょっと結構美味しそうなんですけど、ちょっと今回これで、ね、まあ、インタビューしておこうかなと思ってます。お願いします。今回のゲストなんですが、めちゃめちゃ努力して日本就職の夢をつかんだ方呼んでますんで、お楽しみに。はい、それでは早速今回のゲストをお呼びしたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ゴーと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今回ですね、このピンクレモネード味のタピオカ用意したんで、はい、ぜひよかったら飲んでください。はい、でですね、ゴさんは日本留学をして、はい、そこからもう今日本で働いてるんですけども、まあ、国際空港で働いてバリバリやっているということなので、ちょっとそこに迫っていければなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで今回のテーマはこちら。まあ、ゴさん今回日本留学、前されてたんですけども、はい、そもそもなんで日本に興味持ったんですか？自分はもともと野球をやってたので、はいはいはい、で野球といえば日本が一番強いじゃないですか。まあそう、まあ強いですね。でいつか日本に行ってみたいなと思って、はい、ちょうど大学の時に機会があって、はい、それで留学してまいりました。なるほど、まあ、そこから今回日本就職っていうとこなんですけれども、はい、なんで日本で就職しようと思ったんですか？留学の時に知り合ったドイツの友達が、ある日に、はい、ねえゴーさん、俺質問見つかったよ、おって言って、はい、え、自分はあなたも見つけるんだったら私も行けるって思って、つい。なるほど、じゃあドイツの友達がやったから、はい、じゃあ俺も行けるってことで目指したんですね。ですなるほど、まあ、日本での就職活動、最初こうどうやってやったんですか？今グーグルが流行ってるんじゃないですか、はい、で、うん、ネットにはなんか情報ないかなと思って、はい、で検索してみたら、はい、え、なんと台湾人が欲しいっていう日系会社の説明会がありました。あ、じゃあそこで、まあ、見つけたんですね。そうですね、自分でそういう説明会を見つけて応募させていただきました。就職活動フェアってどんな感じだったんですか？はい、それは台湾では年に1回やっていて、はい、で場所は、はい、ホテルを借りていただいて、はい、自分参加したのが2017年の5月に参加させていただいて、はい、で約20件の会社がありまして、応募者は約600人だと思います。じゃあ日本の会社20個いて、はい、台湾の方が600人も来て、結構大きくやる感じなんですね。そうですね、すごいですね。盛り上がりました。盛り上がりますよね。その説明会とは別で、はい、面接受けれるんですよね。説明会と別で、はい、その面接は事前に書類審査をしまって、はい、で会社の方から受かったら、はい、面接機会をいただきます。あ、なるほど。面接の結果はどうだったんですか？行った日には一次選考でした。はい、一次選考に受かって、はい、その日の午後に会社の方から電話を切って、はい、翌日にもう一度来ていただけませんか、はい、って聞かれて、はい、来ます。それで翌日にも無事に二次選考になりました。そうなんですよ。じゃあ結構一次、はい、二次ってすぐ受かって、 その後はどうだったんですか？最後にスカイプで会社の営業部長の三次選考で、はい、それでそこにも無事に受かったんです。はい、あ、じゃあ結構、まあ、短く終わった感じですか？約2週間ほどで。結構早いですね。そうなんです。その内定を取るためのこう秘訣って何なんですか？情報を集めることですね。はい、どうやって情報を集めるんですか？自分は携帯をいじるのが好きで、はい、Facebook や Google を通じて、はい、調べることです。あ、じゃあとにかく調べまくるんですね。そうです、ね、なるほど。ただ、はい、
調べることだけで、そういう情報をもらっただけでも、はい、自分から、行動アクションしないと何もなりません、はい、あ、なるほど。じゃあ情報を集めて、さらにはアクションして、はい、まあ、応募だったり面接行ったり説明会行ったりして、やっと合格するってとこなんですね。自分からあれやりたい。なるほど。じゃあ熱い思いが大事ですね。結構そうですね、はい、まあ、アクションして勝ち取ったその会社さん、はい、今どんな風に働いてるんですか？今は国際空港で。おお、かっこいいですね。いや、ありがとうございます。結構憧れのお仕事ですよね。そうですね。台湾の友達にも、すごいなぁ、うん、すごいですね。国際空港では何をされてるんですか？実は自分はメンズエリアで、はい、東京ミルクチーズ工場のクッキーを販売しております。国際空港なんで、はい、でお客様は日本人だけでなく、はい、アメリカ人や欧米人もたくさんいらっしゃいます。そうなんですね。結構今日本外国人いっぱい来るんで、はい、じゃあ日本語使って、はい、まあ、ご自身の台湾語使って、中国語使って、はい、英語も使って、はい、英語もそうです。すごいですね。言語力が武器というか、勉強していきました。あ、はい、まあ、そんな呉さんなんですけども、まあ、これ見ている台湾の方に向けて最後メッセージをお願いします。皆さん、日本が大好きなあなたがやるべきことはアクションすることです。行動しましょう。はい、ということでですね、まあ、今回はありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。